よっしゃ、あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機構種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。小距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。飛行士もいるんだ。手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。やったぞ。人を追ってこない。飛行士だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。了解だ。頼んだよ。
やれるんだ。できんな。できた。頼んだよ、頼んだよ。了解だ。さないのか。顔を確認した。アルミ、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴は貴公子か。違う。あいつは巨人の体をまとった人間だ。
かを探してるの？もしそうだとすれば、今は考え事してる時間はねえぞ。このままじゃ司令班まで潰されて全滅だ。この距離ならまだ奴の気を引いて撤退までの時間を稼げる。力を貸せ。頼んだよ。巨人の集団に襲われて壊滅した。奴が今司令班に到達したら終わりだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。
注意を引く。ただし無茶だけはしてくれるな。飛行士か、仕留めるぞ。巨人が出現しました。何とかしないと陣形が壊滅します。そんな奴が。わかった、先回りして罠で足止めする。僕だってやってやる。奴の存在を本体に知らせないと。だが巨人が邪魔だ。伝令班が襲われている。助けないと。自分のことしか考えてない男のはずだ。あなただ。何者とも知れない骨に燃やかすに、がっかりされたくないだけだ。頼んだよ。助かった。本体からの補給物資だよ。
たちも使って。頼んでみるか。
存在を本体に知らせないと。だが巨人が邪魔だ。天霊班が襲われている。助けないと。やったぞ。僕だってやってやる。怖くなんかないぞ。助かった。俺は本体へ伝令に向かう。お前たちも気をつけろよ。まだだ。これもらっていく。こいつから離れるぞ。人食いじゃなきゃ俺たちを追ったりしないはずだ。